2023年3月に行われたワールドベースボールクラシック WBC は日本代表侍ジャパンがアメリカ代表を決勝戦で下し、3度目の優勝を成し遂げました。その中心にいたのは大谷選手をはじめ、ダルビッシュ有投手に吉田、正尚外野手ら現役メジャーリーガーたちです。彼ら3人を含めて2023年の大リーグでは8人の日本人選手がプレーしています。日本人選手8名に加え、侍ジャパン、野球日本代表で活躍したラーズ・ヌートバー外野手を紹介していきます。大谷翔平生年月日1994年7月5日所属ロサンゼルスエンゼルス、ア・リーグ西地区、ポジション投手、指名打者投打、右投げ左打ち、投打の二刀流でプレーする大谷選手は2022年シーズンは投打で規定に到達し、ハイレベルな成績を残しました。現役選手でありながらも神話上の存在という意味でユニコーンと称され、チームを超え MLB の顔となっています。2018年にエンゼルスへと加入した大谷選手は1年目から104試合に出場し22本塁打を放つと、投手としては4勝2敗、防御率 3.31 の成績を残します。投打の二刀流としての活躍で新人王を受賞しました。しかし決してジ・ユンブーマンパンだったわけではなく、10月には右肘のトミー・ジョン手術を受けています。翌2019年シーズンは野手として106試合に出場しました。日本人選手として初となるサイクル安打を記録するなど18本塁打を放ったものの、トミー・ジョン手術の影響もあり、投手としての登板はありませんでした。また、9月には左膝の手術を受け、シーズン終盤を欠場しています。新型コロナウイルスの影響で60試合の短縮シーズンとなった2020年シーズンは、投打ともに低調な成績に終わりました。野手としては打率190と打率2割を下回り、2桁本塁打にも届かない7本塁打と低迷。投手としても2年ぶりにマウンドへ上り2試合に登板したものの、1回3分の2を投げ7失点で防御率 37.80 と振るいませんでした。そんな大谷選手が、二刀流として躍進を始めたのは2021年シーズンからです。野手としては日本人選手として歴代最多となる46本塁打を放ち、ホームラン王争いで3位に入りました。初めてオールスターゲームにも出場し、ホームランダービーにも参戦しました。投手としても規定投球回に到達しなかったものの、130回3分の1を投げ9勝2敗、防御率 3.18 の結果を残しています。その結果、日本人選手としては、イチロー選手以来となる MVP を受賞しました。満票での受賞は、日本人選手として初の快挙でもありました。2022年シーズンは前年からホームランの数こそ減らしたものの、それでも34本塁打を放ち、投手としては MLB 移籍後初めての2桁勝利となる15勝9敗をマーク。リーグ3位となる219個の三振を奪っています。奪三振率 11.9 はア・リーグトップでもありました。投手タイトルの獲得には至りませんでしたが、サイ・ヤング賞の投票で4位に入っています。また、MVP 投票では2位に入りました。2023年シーズン終了後に FA となるため、プレーだけでなく契約やトレードなどフィールド外での動向も注目されています。菊池、雄星生年月日、1991年6月17日所属。トロントブルージェイズ、ア・リーグ東地区、ポジション、投手投打、左投げ左打ち。2019年シーズンから3シーズンにわたってシアトルマリナーズでプレーした菊池投手は、2022年シーズンからはブルージェイズでプレーしています。加入初年度となった2022年シーズンは、32試合、先発20試合の登板で防御率 5.19 に終わりました。しかし2023年シーズンは、スプリングトレーニングで7試合、先発6試合の登板で20回3分の2を投げ、防御率 0.87 と結果を残し、開幕ローテーションの座をつかみました。先発ローテーションの中では唯一の左腕ということもあり、大きな期待が寄せられます。鈴木、誠也、生年月日、1994年8月18日所属、シカゴカブス、ナリーグ中地区、ポジション、外野手投打、右投げ右打ち。鈴木選手は2022年シーズンからカブスでプレーしています。ルーキーイヤーとなった2022年シーズンは、4月第2週にプレイヤー、OF、ザ・ウィーク、週間最優秀選手
に選ばれるなど開幕ダッシュを見せました。しかし5月に左手薬指を負傷し、約1ヶ月間の離脱を余儀なくされました。その離脱もあり、規定打席には到達しませんでしたが、111試合に出場し打率、262、397打数104安打、14本塁打の成績を残しています。2023年シーズンはスプリングトレーニング中に脇腹を負傷したため WBC の出場を辞退。開幕を負傷者リスト、IL、で迎えました。千賀、高大生年月日。1993年1月30日所属、ニューヨークメッツ、ナリーグ東地区、ポジション、投手投打、右投げ左打ち。千賀投手は2022年シーズンオフに海外 FA 権を行使し、福岡ソフトバンクホークス、NPB、からニューヨークメッツへと移籍しました。メッツでの契約は5年、総額7500万ドル、約102億円、1ドル136円換算、と高額です。スプリングトレーニング期間中に右手人差し指の炎症で登板回避するアクシデントもありましたが、順調に回復し開幕ローテーションに入りました。代名詞でもあるお化けフォークはゴースト、フォークと英語になって、現地でも魔球として恐れられています。ダルビッシュ、有生年月日、1986年8月16日所属、サンディエゴパドレス、ナリーグ西地区、ポジション、投手投打、右投げ右打ち。今年8月に37歳となるダルビッシュ投手は、サンディエゴパドレスと2022年オフに2023年から2028年までの6年契約を結びました。契約を満了する頃には42歳となる大型契約だけに大きな注目を集めています。2012年の MLB デビューから2022年までに積み上げた白星の数は96個。2023年シーズンはMLB 通算123勝を挙げたのも秀吉に次いで、日本人選手としては史上2人目となる MLB 通算100勝の到達にも期待がかかります。藤浪晋太郎生年月日、1994年4月12日所属、オークランドアスレチックス、ア・リーグ西地区、ポジション、投手投打、右投げ右打ち。藤浪投手は2022年シーズン終了後に阪神タイガース、NPB、からポスティングシステムを利用し、アスレチックスに1年契約で加入しました。入団会見では、藤さんのように藤と呼んでください、と挨拶しファンの心を掴んでいます。スプリングトレーニングでは、すべて先発で5試合に登板し、18回3分の2を投げ、防御率 3.86。投球回数以上の20奪三振と結果を残し、開幕ローテーション入りを果たしました。前田、健太生年月日、1988年4月11日所属、ミネソタツインズ、ア・リーグ中地区、ポジション、投手投打、右投げ右打ち。前田投手は2016年から2019年までロサンゼルスドジャース、2020年からはミネソタツインズでプレーしています。ドジャース時代に3度の2桁勝利を挙げましたが、ツインズに移籍してからは3年間、1年は新型コロナによる短縮シーズンで合計12勝とやや低調な成績に終わっています。移籍2年目となる2021年9月に右肘のトミー・ジョン手術を受けており、2022年シーズンは登板がありませんでした。しかし2023年のスプリングトレーニングで復帰し、開幕ローテーション入りを果たしています。2023年シーズン終了後に FA となるため、動向も注目されています。吉田、正尚生年月日、1993年7月15日所属、ボストンレッドソックス、ア・リーグ東地区、ポジション、外野手投打、右投げ左打ち。吉田選手は、2022年シーズンオフにオリックスバファローズから、ボスティングシステムを利用し、ボストンレッドソックスへと加入しました。5年総額9000万ドル、約122億円、1ドル136円換算、という高額な契約に加えて、吉田選手のポスティングが公示されてからわずか1日で決着したことも含めて話題となりました。当初は高出塁率という武器を生かすためにスプリングトレーニングでも1番で起用されていましたが、WBC からチームに再合流後は4番打者として起用されています。ラーズ・ヌートバー生年月日、1997年9月8日所属、セントルイス・カージナルス、ナリーグ中地区、ポジション、外野手投打、右投げ左打ち。ヌートバー外野手は WBC で侍ジャパンの一員として活躍したことで、日本国内でも人気となりました。ヌートバー選手は母が日本人、
父はアメリカ人の日系2世ですが、日本国籍を有しているわけではなくアメリカ国籍です。しかし、WBC の規定で代表入りの資格があったため、日本代表に選ばれました。そのヌートバー選手は、セントルイスカージナルスでプレーしています。2023年が MLB3 年目のシーズンとなり、高出塁率を武器としたリードオフマンとしての活躍が期待されています。2023年、MLB では大谷投手やダルビッシュ投手、吉田選手ら8人の日本人メジャーリーガーたちに加えて、WBC で侍ジャパンの一員として優勝にも大きく貢献したヌートバー選手もプレーしています。WBC で MLB に興味を持った方たちも、まずは日本人選手やヌートバー選手のプレーを見て楽しんでみませんか。